アメリカ本土攻撃。アメリカ本土攻撃は太平洋戦争において大日本帝国軍によって実施及び計画されたアメリカ合衆国及びカナダ本土各地への攻撃である。1941年から1942年にかけてアメリカ及びカナダの西海岸沿岸地域で日本海軍の潜水艦による通称破壊作戦がまた1942年には 日本海軍の潜水艦による陸上施設への砲撃と艦船搭載機による重ねが行われ、軍や政府に混乱を巻き起こした。また、これらの攻撃により、軍や民間に被害を出したほか、投下管制や夜間外出規制、防空シェルターの整備や避難訓練、沿岸警備などが対戦中を通じて行われた。さらに百四十四年から百四十五年にかけて、 風船爆弾による攻撃作戦が実施され、軍や民間の施設に被害を出した他民間人に死傷者を出した。また、対戦末期には大型爆撃機による都市部への空襲やパナマ運河への艦船艦載機による空襲も計画された。1942年初頭からドイツ軍も潜水艦を用いてアメリカ東海岸の周辺水域で 通称破壊作戦を展開して大きな戦果を挙げたがアメリカ本土の地上目標を攻撃したのは日本軍のみであった。1941年12月8日の日本とアメリカやイギリス、そしてイギリス連邦構成国のカナダなどの連合国軍との間の開戦後、日本海軍は太平洋やアジア地域の核戦線において アメリカ軍やイギリス軍をはじめとする連合国軍に対して連戦連勝を続けていた。12月8日に行われた日本海軍艦船の艦載機による新珠湾攻撃の成功後に同攻撃の援護を行っていた日本海軍の巡戦を継がた潜水艦経隻9隻 E9,E10、E15、E17、E19、E21、E23、E25、e 26、10隻との記録もあるは、太平洋のアメリカとカナダ、メキシコの西海岸に展開し、12月20日頃より連合国、特にアメリカに対する通商破壊戦を展開した。その結果、翌年上旬までにアメリカ西海岸沿岸を航行中のアメリカのタンカーや貨物船を5隻、撃沈、5隻大破し、 その総トン数は64,669トンに上った。中には、西海岸沿岸の住宅街の沖わずか数キロにおいて、日中に多くの市民が見ている目前で貨物船を撃沈したほか、浮上して艦船への砲撃を行い撃沈するなど、海戦以来の連戦連勝の勢いそのままに派手に、作戦を行い、 米英戦争における1815年のニューオーリンズの戦い以来他国から本土を攻撃された経験のないアメリカ政府のみならず国民に大きな衝撃を与えた。なお、これらのアメリカ沿岸地域における通称破壊作戦は潜水艦以外の日本海軍艦船は従事することがなかった。また通称破壊作戦そのものは 1942年9月に行われた巡戦を継がた潜水艦の艦載機よるアメリカ本土空襲作戦の前後まで行われた。このような状況下で日本海軍はこれらのアメリカ沿岸地域に展開していた日本海軍の潜水艦9隻10隻ともによるアメリカ本土への潜水艦による砲撃を計画し1941年12月末には9隻が 一斉にアメリカ西海岸沿岸のサンディエゴやモントレー、ユーリカやアストリアなど複数の都市を砲撃するという作戦が実施される運びとなっていた。しかし、クリスマス前後に砲撃を行い民間人に死者を出した場合、アメリカ国民を過度に刺激するので止めるようにとの指令が出たため中止になった。なおこの中止指令に至る理由は諸説ある。 その後これらの9隻のうち数隻は燃料不足などで日本軍の影響域に戻ったものの1942年2月24日にはアメリカ西海岸沿岸に残った囲、e、碁第17潜水艦以下 E17 とするがカリフォルニア州サンタバーバラのエルウッド石油製油所への砲撃作戦を行い同製油所の設備に被害を出すことに成功したこの攻撃は連勝を続ける 日本軍によるアメリカ本土への先制攻撃、それに続く陸上部隊の上陸を警戒していたアメリカ軍及び政府に大きな動揺を与えただけでなく、敗北が続いていた上に自国本土への先制攻撃を受けたアメリカ国民にも大きな動揺を与え、上記のエルウッド石油製油所への砲撃以降、すぐには同じような砲撃作戦は行われなかったものの、 同年の6月20日には E17 と同じ四つ型潜水艦の E26 がカナダ、バンクーバー島太平洋岸にあるカナダ軍の無線打診局を14センチ砲で砲撃した。この攻撃は無人の森林に数発の砲弾が着弾したのみで大きな被害を与えることはなかった。翌21日に E25 潜水艦が オレゴン州アストリア市のフォートスティーブンス陸軍基地へ行った砲撃では当初はアストリア市も砲撃対象としていたもののコロンビア側の河口を入ったところにあるアストリア市へ砲撃は届かなかった。しかし突然の攻撃を受けたフォートスティーブンスはパニックに陥り E25 に対して何の反撃も行えなかったばかりか。この攻撃はアメリカ本土にある アメリカ軍基地への攻撃としては、米英戦争以来のものであった。上記のように、海戦後太平洋戦線において、各地で敗北を続けるだけでなく、本土に対する数度にわたる先制攻撃を受けたことによる、アメリカ国民の士気の低下を危惧したアメリカ海軍は、1942年4月に中華民国軍の協力を受けた上で、 航空母艦搭載機のアメリカ陸軍航空隊のノースアメリカン B-25 爆撃機による史上初の日本本土空襲、同リットル空襲を行い、アメリカ本土上陸の恐怖におののくアメリカ国民の士気を鼓舞すると同時に各地で勝利を続ける日本に対して一矢報いることに成功した。海戦以来連勝を続けている最中に突然の本土空襲を許し、 面目を潰された日本海軍令部は、これに対抗して、急遽巡戦を継がた潜水艦、以後第25潜水艦、異界25とするに搭載されている零式型水上、偵察機によるアメリカ本土への空襲を計画した。日本海軍令部は、一連のアメリカ本土、攻撃作戦以降、 日本陸軍部隊の上陸に対する対応を整えつつある生産施設や都市部を避けるという理由と少量の爆弾でも炎症効果が期待できるという理由か空襲の目標をアメリカ西海岸のオレゴン州の森林部と位置づけたこれは道州を縦断するエミリー山脈の森林に焼夷弾により山火事を発生させ炎症効果により近隣の都市部に被害を与えるとを目的としていた 冷式小型水上偵察機は通常装備は、機銃だけで爆弾等を搭載できないが、この計画に合わせて、急遽焼夷弾2発を搭載するように改造された。フォートスティーブンスへの攻撃を終えて7月11日に、母校である横須賀港へと戻った E25 は、1ヶ月余りの休暇を経て、8月15日に、再び横須賀を出港。 アリューシャン列島をかすめて9月7日に、オレゴン州沖に到着した。天候の回復を待ち置き合いで2日待機した後、9月9日の深夜に空襲を決意し、田上艦長ら登場員が見守る中、藤田信夫被総長と奥田兵装が操縦する例、式古型水上偵察機は76キロ小遺弾2個を積んで、太陽上の E25 を飛び立った。目標地点である、 太平洋沿岸のブランコ岬に到達してから内陸に進み、カリフォルニア州との宗教近くのブルッキングス近郊の森林部に2個の焼夷弾を投下し森林部を焼けさせた。地上からの砲撃も戦闘機の迎撃もなく、無事任務を遂行し、沖合で待つイ25に帰還した。なお、20日後の9月29日の真夜中には2回の空襲が行われ、 富士滝は、同じく76キロ爆弾2個を再び、オレゴン州、オーフォード近郊の森林部に1下森林部を延焼させ、イ25へ戻った。なお、2回目の空襲の際も、地上からの砲撃も、戦闘機の迎撃もなく、無事任務を遂行し、無事に沖合で待つイ25に帰還した。イ25には、予備の爆弾がまだ残っていたために3回目の空襲も、 可能であったものの、前回の空襲の結果太平洋沿岸部の警備が厳しくなっていたことから、2回目の空襲を最後に空襲を取りやめ帰還することとなった。この空襲による死者は出なかったものの、上記のようにアメリカ軍を含む連合国軍の度重なる敗退と日本海軍選定と航空機による度重なるアメリカ本土とアラスカ州及びハワイへの攻撃を受けて、 1941年の開戦直後から1942年中盤にかけての当時のアメリカ政府上層部においては日本海軍の空母を含む連合艦隊によるアメリカ本土への空襲とそれに続くアメリカ本土への上陸計画が行われる可能性が非常に高いと分析されていた。実際に開戦直後にフランクリン・ルーズベルト大統領は 日本陸軍部隊によるアメリカ本土への上陸を危惧し、陸軍上層部に上陸時での阻止を打診したものの、それに対して陸軍上層部は大規模な日本軍の上陸は避けられないとして、日本軍を上陸後ロッキー山脈で、もしそれに失敗した場合は、中西部のシカゴで阻止することを検討していた。なお、実際に開戦後数週間の間、アメリカ西海岸では、 日本軍の上陸や空襲を伝える誤報が陸軍当局にたびたび報告されていた。なお、このような日本軍の上陸に対しての警戒は太平洋戦線における形成がアメリカ軍をはじめとする連合国軍優勢になった1943年夏以降も続くこととなった。この一連の作戦の成功以降、西海岸地域を問わず、 アメリカのすべての沿岸部における紹介活動及び防空が厳重なものとなりサンフランシスコやロングビーチサンディエゴ等の西海岸の主要な港湾においては日本海軍機動部隊の襲来や陸軍部隊の上陸作戦の実行を恐れて陸海軍の主導で潜水艦の侵入を阻止するネットや機雷の敷設を行ったさらに他の西海岸の都市でも日本軍機による 都市部への爆撃を恐れ、防空壕を作り避難訓練を実施をし、10日完成を行い映画館やナイトクラブの夜間の営業停止、防毒マスクの市民への配布などを行っていた。さらには、西海岸沿岸地域に住む子供たちの学童疎開が検討された。なお、この一連のアメリカ本土攻撃作戦の過程においては、日本人移民や日系アメリカ人の関を、 協力などは何もなかったにもかかわらず成功を収めたことから人種差別的思考を持ち、さらに日本軍の上陸を恐れていたフランクリン・ルーズベルト大統領の命令により1942年2月からハワイを除くアメリカ全土で行われていた日系人の強制収容を正当化ける口実の一つになった。 日本海軍の27潜水艦によるエルウッド石油製油所への砲撃作戦が実施された翌日の1942年2月25日には同じ南カリフォルニアのロサンゼルス近郊においてアメリカ陸軍が日本軍の航空機による空襲を誤認し多数の対空砲火を行い民間人に死傷者を出したロサンゼルスの戦いが発生したこの事件に関して アメリカ海軍は日本軍の航空機が侵入した事実はなかったと発表し、これに対して陸軍は飛行物体を確認した上での行動であったと発表するなど海軍と陸軍の対立と混乱を招いた。しかし一般市民は日本軍の真珠湾攻撃は気を抜いたアメリカ海軍の失態であるとしてロサンゼルスの戦いにおける陸軍の過剰な対応を 支持するほどであり、いずれにしても日本軍のアメリカ本土に対する攻撃に憤慨した世論の沸騰を受けて、西海岸における防空体制はさらに強化されることとなった。これらの太平洋、アジア戦争の序盤における日本軍の一連のアメリカ本土への攻撃の成功以降、連合国軍によるアメリカ西海岸部及びアラスカ沿岸部の対潜水艦監視が格段に、 厳しくなったこと、この空襲以降も日本軍が各地で快進撃を続け、戦線が伸びたために、実際に与える被害が軽微で、シンボル的な意味合いしか持たない、潜水艦による砲撃や、潜水艦搭載偵察機による空襲を行う、余裕がなくなってきたことなどから、この時を最後に、日本海軍の艦艇や航空機による、アメリカ本土に対する空襲や砲撃が行われる、ことはなくなった。 しかし1942年には当時多くの軍用機の開発、生産を行っていた中島飛行機の創業者の中島地区兵がアメリカ本土を空襲後にそのままヨーロッパまで飛行しドイツ、またはその占領地に着陸ることが可能な長大な航続性能を持つ大型長距離爆撃機によるアメリカ本土空襲を計画した。 その後1943年には日本陸海軍共同の計画委員会によって計画が承認され、中島飛行機は直ちに日本とアメリカ本土の間の往復飛行が可能な6発エンジンを持つ大型長距離爆撃機、富岳の会を始めた。また同年中には専用の大出力エンジンの開発や油圧キャビンなどの開発が開始されるとともに、 東京都三鷹市に新工場の建設が始められた。しかし1944年7月に、この計画の推進者の一人であった、東条秀樹首相が、サイパン島陥落の責任を取って辞任し、同時に連合国軍機による、本土空襲の本格化に備えるための、新型戦闘機の開発に資源を中させるために、計画そのものが中止された。 この他機74を使った片道飛行による空襲や工作員派遣も構想されたが実現に至らなかった。蒸気のように戦況の悪化と資材の枯渇により航空機によるアメリカ本土空襲計画が中止に追い込まれる中、日本軍は満州事変後の1933年頃からアメリカとの間の海戦を予測していた関東軍陸軍が研究していた。 風船爆弾によるアメリカ本土への攻撃を拡作した。風船爆弾は和紙で作られた気球に水素を詰め、大気構想のジェット気流に乗せてアメリカ本土を攻撃しようとする兵器である。その後、神奈川県の陸軍上りと研究所で開発を進めた。日本軍は1944年には開発に成功し、同年11月から 終戦直前の1945年春にかけて、アメリカ本土に対して、約9300発の風船爆弾を、当時日本だけが、その存在を解明していたジェット気流を利用して、千葉県一宮と茨城県大津、福島県なこその、各海岸から、アメリカ本土に向けて送った。約9300発の風船爆弾のうちの10%程度に、相当する数百個千個が、 アメリカ本土やアラスカ、カナダに到達し、オレゴン州では飛来した風船爆弾の爆発により民間人6名の死者を出したほか、プルトニウム製造工場、ワシントン州リッチランドのハンフォード工場の送電線に引っかかり短い停電を引き起こしたり、この時は予備電源により原爆の完成に大きな影響はなかった停電や森林火災を起こしたりと、 全米各地の軍民の施設に何十件かの損害を与えている。また、風船爆弾による攻撃を知ったアメリカ陸軍の一部は、風船爆弾に、細菌爆弾などの生物兵器を搭載している可能性を考慮し、着地した不発弾を調査するにあたり担当者は、防毒マスク、防護服を着用している。また、少人数の日本兵や特殊工作員が風船に乗って、 アメリカ国内に潜入するという懸念を終戦まで払拭することはできなかった。実際に爆弾の代わりに兵士にから3名を搭乗さる研究も行われていた。しかしアメリカ陸軍はこのような様々な被害を被る可能性を考慮しながらも自国民の戦意に影響が出ることや混乱が起こることを恐れて情報操作を行い自国内における 風船爆弾による被害を隠蔽していた。実際、この隠蔽工作によって、日本側は風船爆弾の効果を知ることができず、その効果を疑問視して、最終的に作戦を中止したため、意図しなかった形でこの情報操作が有効になったという評価もああ、日米海戦をきっかけに、対米戦線復刻を行ったドイツとイタリアも、潜水艦を北、大西洋側から、 アメリカ沿海へ派遣し、1942年1月からアメリカ東海岸沿岸やメキシコ湾で開始された通称破壊作戦、パッケンシュラーク作戦では4ヶ月間に約115万トンの連合国船舶を撃沈した。このほか潜水艦によってアメリカ本土へと送られたドイツ軍のスパイによるアメリカ国内における破壊、諜報工作、ストリアス作戦など が多数行われたが、これらの潜水艦によって、アメリカ本土への砲撃は行われなかった。またドイツは、ヨーロッパ大陸からアメリカ本土を攻撃できる大型爆撃機や潜水艦で運搬する V2 ロケット、さらに V2 を発展させた大陸間弾道ミサイルの開発計画を進めたが、実現前に敗戦した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。